何もねえな。あのデカブツはここに？でかいのはいないわね。チビばっか身を潜めてるはず。雑魚たちが逃げてく。来るわ。デカブツね。BGM。ああ。映画なら悪役の BGM が。安心しろアンビ。俺はスターライトナイトに必勝法を教わった。悪役相手にルールは無用。開幕必殺キックだ。10秒で倒せば BGM が流れる隙なんてね。後ろ。俺の予想を読まれた。大バカ。エンドロールが流れるとこだったじゃない。さてはスターライトナイトのファンだな。こいつはやべえ。ちょびっとだけだが後悔してきたぜ。リリー集中して。黒騎士が来るまで持ちこたえればこっちの勝ちよ。来たわ。で、付き合い。ターゲットを排除する。まだか。敵は疲弊してる。あと少し耐えれば。回避成功。粛清する。できたら、
参った化け物、サプライズよ。やまらかに列車が到着いたします。線路内側までお下がりください。ベリー仕事だよ。はい、空気中の電荷を測定します。ビリー任せろ。流体電位差到達まで残り4秒。3、2、1、0。え、何も起きない。なんとかしなさいよ。やり直します。秒3210。無駄話をし、この小さなおもちゃ、私からもさようなら。すべてサラ長官、爆破の完了を確認しました。ええ、待てよ。ビジョンは命を軽んじたわ。ビジョンの手いつまでも渡っ、ニコ、それにみんな、あら、爆破エリアから抜け出してく。でも命令よ。あの女本気。何の音だ。即情報を受け、本局の記者、現在治安局の部隊。さら、いえ、彼らはメディアを多数連れています。さすが今日。さら長官、治安局が言ってる。後で俺たち。うわ、一人でこそ。いいえ、あなたはまだ自分の分を払ってない。え？自分の分って何のこと？食事代、スターライトナイトの。それに私は。そう、店長たち。ええ、サバを好きなだけ食べられ。本当に好きなだけサバを食べ。